佐々木繁急1月1日から1971年10月6日は日本の海軍軍人太平洋戦争において特殊戦工艇部隊指揮官として新珠湾攻撃シドニー湾攻撃に参加後第六艦隊参謀長として回転作戦に関わる最終階級は海軍少将広島県出身三次中学を経て 海軍兵学校45期卒。席児は89名中31番。同期に、有賀が工作、富岡貞俊、小村慶三らがいる。佐々木は、水雷学校及び潜水学校高等科を修了した潜水艦専攻士官で、大尉、小佐時代に4艦で潜水艦長を務めている。中佐時代は、潜水学校と、 水雷学校で教官を務めた後、新位、役も、木更津海軍航空隊で副長を務め、第21潜水隊司令に就任。大佐進級後は、第12潜水隊、第7潜水隊の司令を務めている。1941年7月に、第3潜水隊司令に就任。潜水艦5隻、特殊潜航艇5隻で構成された、特別攻撃隊指揮官として、 真珠湾攻撃に参加した。引く続く特戦の第二次攻撃では東方戦艦隊指揮官としてシドニー湾攻撃を実施している。1943年1月には潜水学校教頭1944年7月18日には第一特別攻撃隊譜となる。同部隊は特攻兵器回転搭乗員の訓練部隊である。10月に 少々へ昇進していた佐々木は、第六艦隊参謀長に就任。作戦首脳の一人として、回転作戦に関わった。旧軍神、岩佐直次1941年10月23日、佐々木は第六艦隊司令部から特戦による真珠湾攻撃実施計画を知らされた。特戦を搭載する潜水艦には10月末に完成したものもあり、 出撃日の11月18日まで時間が足りず、真珠湾へ到達することにさえ疑問があった。佐々木はそれまで特選の知識がなく、期間も連度も不足する悪条件の中で作戦計画をまとめ上げ、攻撃を実施したのである。しかし搭乗員10名のうち9名が戦死し、1名は捕虜となった。坂巻和夫が捕虜となった情報は12月10日または11日に、 得ており、不可抗力であるとして、原田里志らと重軍神として扱う、用意見具心を行っている。しかし海軍省は採用せず戦死者が旧軍神として発表された。佐々木は帰還後に、特戦闘上院の再選任者であった岩佐直司の実家を訪れているが、作戦内容は機密であり、出撃を見送った岩佐との関係を明かすことはできなかった。また、 真珠湾攻撃における潜水艦部隊は米艦船の追尾攻撃も期待されていた。しかし参戦した潜水艦長と同様に実戦では困難であると考えており、黒島カメトには潜水艦は大気攻撃か通称破壊作戦に使用すべきとの考えを伝えている。佐々木は戦訓から特戦と潜水艦に交通塔を設置。 ジャイロコンパスの改良などの準備を行い、再び特戦部隊指揮官として攻撃に向かう。佐々木は特戦登乗員に無理な攻撃はしないよう指示をしていたが、出撃した特戦三隻は帰還せず、松尾吉太から6名の登場員は全員戦死という結果に終わった。この作戦は攻撃目標候補が複数あり、潜水艦搭載の偵察機の情報により、 シドニー湾攻撃が決定したもので、事前の準備に限界があり、中村秀樹は指揮官である佐々木の苦中に理解を示している。回転回転は1944年8月1日、正式に兵器として採用された。同年7月21日に発せられた大会誌431号には、特殊奇襲兵力の使用が指示されており、回転手無参謀、長過健之助は、これが、 特攻兵器であるとしている。長家が特攻作戦の指示を受けたのは同年3月であった。佐々木は第一特別攻撃隊 F 第6艦隊参謀長として回転作戦に関わる。回転は当初連合国艦船が停泊している。白地への攻撃に用いられた。軍令部連合艦隊。 第六艦隊首脳の方針であったが、現場の潜水艦長たちは反発し、洋上での使用を求めていた。白地攻撃は、目標が停止していること、攻撃に時が決定していることなどから、回転搭乗員への負担を軽減できると考えられていたが、連合国の白地警戒は厳しく、出撃した回転が、干渉に乗り上げ自爆、搭載潜水艦が撃沈されるなど作戦は、 困難であった。長官は方針変更を佐々木に主張。佐々木は艦隊司令長官が同席した幕僚会議の開催提案を受け入れ、方針転換が実現した。AB 日本海軍400時間の証言 P142 本当の特殊戦行艇の戦い、PP86 から87決戦特殊戦行艇、p p 十二から十四 決戦特殊戦工程、PP90 から93決戦特殊戦工程、PP127 から132本当の特殊戦工程の戦い P137 本当の特殊戦工程の戦い、PP148 太平洋戦争終戦の研究、PP90 から94日本海軍潜水艦物語、PP 173から180、ありがとうございます。